はい、交通の趣味部屋へようこそ。今回はね、隠さずにもうね、堂々と立ってますけれども前回に続いてね、ワンピースフィギュアということでね、前回のゾロと一緒でね、ワンピースバンプレストワールドフィギュアコロシアム、造形王頂上決戦ボリューム2ということでね、シャンクスがなんと、フィギュア化されてますね。自分ワンピースだと一番好きなのゾロって言いましたけど、実は2番目に好きなのシャンクスなんですよっていうことでね、もうほんともう2個ね好きな作品が出てほんといいですね。まあ、今回もね、2からありますけれども、白黒は、ないんで、カラーの方でね紹介させていただきます。こういう感じですね。いやー、久々のシャンクスフィギュア、あ、自分にとってはですね、はい、ということでね、では、一応箱から出してみましょう。はい、ということでね、箱から出しました。はい、こちらですね、まず台座、支柱ですね。で、これ何なんだ、これも支柱の一部か。うんですね、多分。あ、これマントか。マントだな。うん。で、刀、サーベルですね。で、頭。で、胴体。という感じでね、ゾロと違ってもう一つの袋に、分けられて入ってますね。はい。ではね、早速組み立てたいと思います。はい。ということでね、すっげえぼやけてるけど、組み立て終わりました。はい、ではね、ズームアウトします。いきます。ブイーンとね。はい、いや、めっちゃかっこいい俺なんかこのフィギュア回復するたんびにっていう言葉かもしんないね、これね。一番でもね、ほんとでもそれしか出てこないよね。もうかっこいいフィギュアしか買わねえからな。普通はね取るんですけどねUFO キャッチャーの景品なんでね、自分は買ってるんでね。いやー、これはすっごいね。いやー、シャンクスフィギュアの中でも俺一番好きかもしれない、このポーズ。いやー、このねマントのたなび具合とかね、すっごいなんかもう、これもね、ほんと躍動感がものすごいね。うん。あの、表現力もそうだし、もうとにかくね、造形もすごい。あのね、マントのこのね、襟の部分は、これはほんと好み分かれるかもしんないね。ドラキュラみたいなね、もうそれこそミホークみたいな感じになってますけど、もうでも、こういうフィギュアがあってもいいなっていう感じのあれですよね。いや、これはかっこいいな、シャンクス。いや、もっとで登場回数増やしてほしいな、シャンクス。ほんとね、重要な場面しか出てこねえからな、今と一応ね、顔の造形はこういう感じで、いや、かっこいい。ほんとね、いいと思いますよ。顔もオールバックにしてやってね、うん、いやー、かっこいいわ。で、サーベル、うわー、すげえな。このプリントとかもすごいね、ちゃんと綺麗にされてますしね、うん、ちょっとこう足浮かしたようなね、うん、歩こうとしてる感じの躍動感っていうか、そういうのも表現されてるんでね。いや、結構本当ゾロにしてもそうですけど、このシリーズはすごいな。うん。で、しかもね、シャンクスの場合はこれなんとね、こう、なんとかね、よいしょ、こう着脱できるんですよ。はい、こういうね、なんかもうまったりモードのシャンクスも飾れるっていうね、すごいですよね。
このまったりモードね、ちょっとマントがないとね、なんかあのアフターのシャンクスみたいなね、プライベート時間みたいな、すごいね、こう腕もね、海洋生物に、ね、食いちぎられた腕もちゃんと再現されてます。いやーすっげえな、こんな片腕なくなってんのに4個の位置にいるっていうのはね、それがすごいよね。シャンクスはどんだけ強いんだっていうのはね、まだ語られてないですけどね。はい、ということでね、2日連チャンでね、ちょっとワンピースフィギュアの方を紹介させていただきました。この他にもね、一応直近で紹介するとしたら次はナルトらへん行くかな、今あとはね、ジャンプ展やってますね、皆さんは行かれましたでしょうか。まだね始まったばかりなんでね、これからっていう人もいるかもしれませんけど、私もね、必ず行く予定っていうか、もうチケット買ってありますね。はい、グッズがね、もうほんとすんげー欲しいのいっぱいあって、全部計算したら30万いや、複製原画とかね、ピンバッジセットとかそういうの含めたら30万いきますね、自分が欲しいと思ったの。なので、それはもう絶対無理なんでね、まあそれでも 2,3 万は飛ぶよね、やっぱ。なので、ジャンプ展、まあどうだろうな、ちょっと混み具合にもよるかな、まあ空いてればいいけど、前回ね、ジャンプ展行った時はすごい空いてたんですよね。めっちゃガラ好きでラッキーだったんですよね。そんぐらいだったらいいけど、今回、前回は本当昭和の初期の、まあ初期っていうほどでもないけど、昭和のね世代の、漫画だったんで、ほとんどね、おっちゃんばっかだったんでね、今回はそれなりのね20代とかの若者が来ると思うんで、結構混むと思うんですよ。で第3弾がもう10代とかも来るレベルになるんで、半端ないと思います。まあワンピースもね第3弾なんでね、今回は、ワンピースはないです。次回ですね。ということで、まあ、今回はね、これにて終わりたいと思います。ぜひねこの機会にチャンネル登録、あとね、動画を見ていいなと思ったらいいねボタンを押してください、まあ、いいねボタンの数だけねこう動画のアップする頻度が増えてきますんでね、ぜひお願いします。ということで、今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。ほっこりかぶってた